じゃあということでですね、ここでは私のじゃあお宝写真を見せたいと思います。楽しみ。じゃあ早速見てみましょう。はい、1枚目。おお、えすごーい。これはライブの時ですね。スンクさん埼玉スーパーアリーナで、うわー、写真なんですけど、つんくさんもいらしてまして、ど真ん中にど真ん中にめちゃくちゃ貴重な写真でね。やっぱね、つんくさんと写真を撮るなんてやっぱないわけですよ普段。だから横撮っちゃいましたよね。あ、さすが。さすが、ちゃんとさすが隣にいるちゃんと隣にいるでしょ。しっかりしっかりしてらっしゃるの。かわいい。後ろの方にはあの事務所のスタッフさんだったりとか、いろんなスタッフさんたちがいてですね、本当に今でもお世話になっている方がたくさんいます。そう、みんな幼いでしょ。いや、いくつですか。若い。これはでも中学生。小学生。みんなは知ってるよね多分。何歳くらいだったかな。 13.8 13.8歳。おー、詳しい。詳しい。13歳。13歳。じゃあ中学1年生、中1だね。あ、そうだ、だから中学生だから黒髪にしなきゃいけなくって。なるほど。そうそうそう。で、この時黒髪にしたんですよね。あ、なるほど、なるほど。すっごい悩んだの、でもその時自分のやっぱちっちゃい時からその入って金髪で押してたから、あ、黒髪かーみたいな。あ、さあ続いていきましょう。はい、こちらはやだやだ、の写真です。かわいい。とか初めて出す。かわいい。やばくない？なんかもう ここから完成してる。もうなんか完成してる。これまでセンターに5000 もうね、やっぱね、かわいい。だって周りの子と膝の位置が違うもん。ほんとだ。膝の位置違くない？この時マジ痩せてた。え、いや、すごい。かわいい。路線でなんかちょっと偉そうなスーンってしてます。でもこれすごい目立ちますよね。ドーンって。ほんと、かわいい。すごい欲しいと思って出しました。続いていきましょう。はい、こちらはお、小学2年生ぐらいから始めたバトンクラブです。でも流行りましたよね。流行った。流行りました、流行りました。ほんと、私もバトン持ってましたもん。こうやって本当にもうさ、すごいもうずっとやっててすごい得意で、なんかあのパレードとか街のショーとかそういうのもやってた時で。そうなんですよ。お仕事しながら。お仕事しながら。じゃあ彼女とか見に来たんじゃないですか。いや、そんなことはあったのかな、わからないですけど、まあその辺はわからないですけど、この丸いあのひらひらついたやつを持てるのは、あれもバトンなんだけど。バトンなんですね、これも。上手になった人じゃないと持てないやつだからドヤ顔ピースだから、この4人はめっちゃ上手くて、なんか私たちできるみたいな、ぽいぽいぽい、選抜みたいな。選抜されちゃってたから。すごい。そう、かわいい。楽しんでました。いはい、ということで、いい、これがお宝写真ということでした。いや、すごい、お宝。あれ、もう一個あったかな。あら、続いてこちら。あら、これね、これずっと出したかったんだけどなんか出すなんか場所はなくて、今までついに出せたんだけど、これ誰かに似てません？誰だと思いますか？誰ですか？わかる？これ、そう、ザワチンさんがよくやってましたよね、マスクでね。あ、やってましたね、メイクの。あー、すごい、みんなすごい。正解、ゲンキングさんです。似てるもん。ゲンキングさんにそっくりじゃない？いや、今はゲンキングさん黒髪なの。あ、そっかそっか。だけど、ちょっと前は今金髪のロングの夏ですよね、これ。夏なのね。この時のゲンキングさんにもうちょうど似てたんだよね。似てるよね。で、なんかこの時マスクしてて、別にそう似せようと思って撮ったわけじゃなくてたまたま撮った写真がこんなに似てたっていう。すごい。だって朝現場入ったら、ねえ、ミヘ見てみたいな。そう、これゲンキングさん似てると思われた。私ゲンキングの写真だと思ったから。なんかね、この時ちょうどなんかまあ電車に乗るんですけど普段から、そしたらなんかこの日なんか偶然小学生たちがなんか集団でバーって電車乗ってきて、ゲンキングさんに間違われて、そう、あ、ゲンキングだみたいな。そんなに？そんなに？本当にそう思ってる。すごい。これでこの時ヒールも入ってたから身長も高くて、すごい似てたんですよ。やっと出せた、やっと出せた。やっと出せた。自己満。ということで以上、私夏焼きみやびのお宝写真でした。はい。